ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ついに発表されたのか。そうね、とうとう発表されたわね。ポケモンスカーレット・バイオレット。今から発売が楽しみなんだぜ。ポケモンシリーズは発売するまでの期間が一番ワクワクするわよね。そうだな、今回発表された内容はわずかだったけど、いろいろと想像しちゃうんだよな。せっかくだから今回はポケモン新作がどのような作品なのか、公開された情報や予想なども踏まえて解説するわね。それは楽しみなんだぜ。ちなみに、このチャンネルでは日常の気になること、歴史などをジャンル問わず紹介していくわ。気になる方はぜひチャンネル登録してね。よろしくなんだぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。早速なんだけど今回は、2月27日のポケモンデイでサプライズ公開された、ポケモンスカーレット、バイオレットについて解説していくわね。ちなみにポケモンデイというのは、初代ポケットモンスターの発売日である、1996年2月27日を記念して制定されたもので、日本記念日協会の認定を受けた正式な記念日となっているの。そんな協会があるんだな、知らなかったんだぜ。昨年2021年のポケモンデイではサプライズ発表として、新作タイトルポケモンレジェンズアルセウスの発表と、さらにリメイク作品として、ブリリアントダイヤモンド、シャイニングパールが発表されたの。去年の発表もかなり衝撃的だったんだぜ。今年のポケモンデイも昨年同様にサプライズが期待されていたのだけど、まさか新世代のポケモンが発表されるなんて思ってもいなかったわね。そうだな、私はダウンロードコンテンツが発表されるものだと思ってたんだぜ。そうね、ほとんどのユーザーはアルセウス、ブリリアントダイヤモンド、シャイニングパールのダウンロードコンテンツが来ると予想していたわよね。簡単にポケモンデイというのが理解できたところで、ポケモンスカーレット、バイオレットについて話していくわね。まず本作は第9世代とも言われていて、前作ソードシールドから約3年ぶりの完全新作となるわ。ソードシールドも発売から3年も経過してたんだな。それからポケモンシリーズ本編としては、ブラック2ホワイト2以来の、約10年ぶりの色にちなんだタイトルとなっているわ。そういえば最近はタイトルに色が使われていなかったんだよな。本作は2022年冬に発売予定と告知されているのだけど、おそらく今後はポケモンダイレクトやコロコロコミックの紙面上で、少しずつ情報が解禁されると予想されるわね。ポケモンの最新情報といえば昔からコロコロなんだぜ。まずわかっている内容をおさらいしてくと、本作はポケモン史上初のオープンワールド作品と発表されていて、今年の1月に発売された、ポケモンレジェンズアルセウスで撮られた、セミオープンワールドをさらに一歩先に進んだ作品となっているの。アルセウスの舞台でも十分広いマップが楽しめたのに、完全なオープンワールドとなると、今までとは違った冒険になりそうだな。そうね、従来であれば最初の街で博士からポケモンをもらい、順を追ってジムリーダーに挑み、バッジを獲得するというのが通例だったのだけど、オープンワールドになったことでバッジの獲得順などが、どのように変化していくのかが気になるところね。そうだな、最初から自由に街を回れるのだとしたら、トレーナーとのレベル差もあるだろうからな。あとオープンワールドの他にも注目したい点があって、アルセウスと比較するとポケモンのテクスチャが非常に細かく表現されている点ね。テクスチャ？公開された映像の中でハブネイクやコイルなどを見ると、蛇のような鱗や金属の質感など、アルセウスと比べリアルな表現となっているの。確かに見てるだけで触感が伝わってきそうなんだぜ。それからバトルの形式については今回の発表で語られなかったのだけど、アルセウスで取り入れられた行動順を入れ替える、早技、力技は導入されないと思っているの。どうしてなんだ？もちろん早技力技は面白い要素ではあるのだけど、本編でのポケモンバトルは技や入れ替えのタイミングなどのシンプルで、駆け引きが重要になるバトルは変更されないと思っているの。確かに大会とかランクマッチのことを考えると、従来型のバトルの方が敷居は低そうだな。あとは近年のポケモンシリーズでは定番となっている新しいポケモンの姿、ダイマックスやリージョンフォームのような要素が登場するかも気になるわね。確かにシリーズ定番となってきたから期待しちゃうんだぜ。そしてポケモンといえば主人公が最初に手にするパートナー、いわゆる御三家のポケモンも見ていくわね。左からニャオハ、ホゲータ、クワスという名前で、タイプについては見た目の通り草、炎、水となっているわ。
どれも見た目が可愛らしいから今からすごく悩むんだぜ。確かに最初のパートナーは毎回悩んじゃうわよね。今後は進化先の姿も公開されると思うから、それも参考にして決めたいところね。そして本作の舞台についても注目していくわね。歴代のポケモンシリーズでは日本や世界の地域をモチーフとしていて、日本の関東地方や九州、北海道の他にも、アメリカやフランス、イギリスなんかも過去には題材とされていたわね。確かソードシールドはイギリスが舞台になっていたんだよな。スカーレット、バイオレットはどこが舞台になっているんだ？今現在の公開されている情報から推測すると、スペインが有力とされているわね。公開された動画の一部に映し出されたマップを見ると、スペインのイベリア半島と酷似した地形だとわかるのと、それからガウディの作品群の一つであるグエル公園のような広場と、同じくガウディの作品であるサクラダ・ファミリアに似た建造物が確認できるの。この情報を見ると確かにスペインがモチーフになってるっぽいな。続いてはゲーム内の自分自身である主人公も見ていくわね。本作の主人公は従来の作品と比べるとよりリアルな等身となっていて、ソードシールドと比べてもかなり異なっていると言えるわね。確かにな、手足の長さや顔もリアル寄りになってるな。これによって前作でも人気だった奇世界がどのようになるか期待が膨らむわね。細かく奇世界ができるようになると面白そうだな。そして最後に公開された情報によると、本作はポケモンホームにも対応予定となっていて、ポケモンレジェンズアルセウスに登場した、翡翠の姿をしたポケモンが連れてこれるみたいね。ということはアルセウスも今のうちにプレイしておけば、新作で活躍できるようになるということなんだな。そういうことになるわね。ただ本作はソードシールドのように一部のポケモンがリストラされる可能性もあるわね。確かにソードシールドだと登場しないポケモンもいたんだよな。アップデートで徐々に種類は増えていったのだけど、全種類とまではいかなかったから、本作では全種類が無事登場してくれると嬉しいわよね。ファンとしては一番望ましい形なんだよな。でも900種類以上いるポケモンを全部登場させるというのも難しいからな。理想は全種類と言いたいけど、開発側からすると難しい部分ではあるのよね。ということでポケモンの新作の話題は以上になるわ。どうだったかしら？そうだな、色々と情報を整理して聞いてみると、ますます発売日が待ち遠しくなってきたんだぜ。そうね、私も今年の冬まで待ちきれなさそうだわ。でも今年はゼルダやスプラトゥーンも新作が控えてるから、大型タイトルが目白押しであっという間に冬になるかもしれないな。そうかもしれないわね。みんなもポケモンの新作に期待したいことをコメントで教えてくれよな。それから動画のリクエストもコメントで募集してるわ。この動画の評価やチャンネル登録もよろしくね。それじゃあ、ご視聴ありがとうございました。